はい、皆さんこんにちは、バンビーです。今日もねランクマッチやっていくんですけど、今回は新たなママンボウの相方として生まれたエルフをね使っていこうかなと思います。まあ、ママンボウコーチがね常に進化し続けてるというね話先月したことがあるんですけど、まあエルフンともね相性がいいんですよ。まあどう相性がいいかというと、まあエルフンと相性がいいというよりかは、ママンボウが起点にされるっていうのが身代わり積み技持ちなんですけど、身代わり持ちに高校クイックターンからエルフンのいたずら心アンコールと、まあオーロンゲもいたずら心なんですけど、オーロンゲと違ってアンコールができるというところで、まあエルフンがねちょっと評価されております。なのでまあマンボウエルフンこれ投げていくのでよくて、まあ裏のエースがパオジアンか包みかといったところなんですが、まあ俺ねガチグマがいるときは結構ね包み投げたい人間なんですよね。ただちょっと難しいのが、包みメガネ水テラスハイドロポンプ外すと本当に弱いっていう、まあ当たり前の話なんですけど、まあそこがちょっと嫌だっていう話はあるね。いやどうしよっかな。でもオーガポンワンパンできるのがねやっぱ強いからね、まあパオもできるけど、いや包みでいこう、包みでいきます。対戦相手の友也さんよろしくお願いいたします。まあ当てれば強いからね。ちなみにあのこれね1戦前動画撮ったんですけど、まあ勝ったんですよ。ただまあメガネサーフ号に水テラドロップを外して危なかったですね。で前回もねママンボウ使った時にね、なんか7分の1とかでなんか外して負けた試合があって、本当にね信用できないんですけど、いやステロやめてほしいな。まあでもステロ型はまあいっか。逆に逆にとは何だって話だけど、まあステロ型だったらまあ、水テラドロポンはね、相手の構築に一貫するからね。まあ、ここは、クイックターンでいきましょう。はい、ステロー。まあ、エルフンでアンコールしてもいいけど、まあ、それは弱いんで、まず数的有利を取っていきたい。まあ、エルフンはね、なんか、ママンボウを宿り木で回復させることができるみたいのも結構強かったりするんですけど、これどうしよっかな、ガブ。ハガラテラス切ってくるのかな ?5 つ目。切ってくるな、テラス多分。いや、もう、行くしかないよね、水テラスドロポン。で、しかも、水テラスドロポン打っておかないと、まあ、ちょっと、ちょっとばかしというかかなりステルスロックのダメージ包み痛くなっちゃうので、まあここはね多分まあ素直にまあ水テラスハイドロポンプでいきましょう。まあこれはもう運命です。いや運命の瞬間、お願いお願い当てて、本当に当ててお願い、ちょマジでお願い当ててお願い当てて お願いしか言えない。当ててお願いお願い当ててだよね。まあそれで知ってるよね。知ってたから当てて、知ってたから当てて、苦しいよ当ててお願い本当にお願い。まあまあまあ鋼かなと思ったけど、まあフェアリーをね半減にする毒と、ちょマジで当ててお願い。 OK。 うわもうさっきサーゴに外した時本当に泣いてたからね。 OK。 危ない危ない。まあこれが強いところだから、当てるなら本当に最強なんだよね。相手のテラスタルを無視した一撃必殺ってなかなかいないから、そういう強いところがやっぱ好き。うん。好きです。で、こっからは、羽ばたく神が来て、まあ、多分これ、まあ、メガネじゃなくてエナジーだと思うけどね。メガネも当てたらね、飛ぶからね。で、エナジー神、これね、結構強いんだけど、ただなんか、いろいろ対応できて、まあ、一旦まずここ、まずママンボウに引くんだけど、これ、身代わり、瞑想とか、ちょっとめんどくさいんだけど、それすらも結構対応できてしまうところがママンボウとエルフンの先制技の強いところだね。なんか俺思ったのが、エルフオーロンゲは3体残してる時に強くて、いやこれねミラコ打っていいけどね、ミラコ打っていいけど、なミラコ打っていいんだけど相手ミラコ警戒するよな。まあ、クイタンでいいかな。ちょっと警戒するよね。オッケーオッケーオッケー。これアンコールでいいからオッケーオッケー。まあ、これでもういい感じにいけますね。オーロンゲはそう3体3っていうか、まあ、3人残ってサイクル回すとき強くて、エル君はなんか数的有利取ったときに負けないのが強いよね。やっぱアンコールがあるんで、その相手の積みに対応できるから、結構ママンボウ入りの対策方法として、まあだからそれこそ今回みたいにステロ巻いてから積みアタッカー出すみたいのが結構対策方法の一つとしてあるんだけど、まあそういうのをね、エル君がしっかりとカバーしてくれるんで、なんかまくられることがなくなるっていうのは偉いですね。まあアンコール打って宿り当てたらね、いけるんで。で、まあ、アンコール卓になるじゃんっていう話、ごもっともなんだけど、エナジー神引かせちゃえば、まあ、メガネハイポンなり、メガネレイビなりでいけるし、まあ、ぶっちゃけ、エルフンは、積みアタックを引かせるってことが一番強いと思ってるんで、まあ、結構ね、相性いいですね。で、こっから、まだね、負けうるんですよね。まあ、宿り木でいいかな。一旦宿り木で。で、ここでオーガポンが来たときに、まあ、オーガポンは、ガチグマ OK
OK かな。ガチグマは多分 OK で。こうなったらもう正直いらないんだけど、まあ相手がテラス切れないってことを考えると引きでいいかな、ママンボウに。まあママンボウに引いて、まあ冷凍ビームを一貫させていきたいかな。霊美霊美で、うん、エルフンで暗黒してミラーコートみたいな、これ詰め方がね、本当にエルフン綺麗になるんだよね。ハイパーボイス。で、宿り着で回復。で、これは、そっちか。珍しい。残飯でブラッドムーンじゃなくてハイパーボイスなら珍しいけど、その場合は、まあ、いろんな可能性があるな。でも、ここは、まあ、クイックターンでいいかな。相手の方が、OK、引っ込めてきた。で、これで、クイターン入るんで、冷凍ビーム圏内に入って、もう霊美一貫して勝ちかな。入るよね。クイターンはそこそこいいダメージ出せるからね。ママンボウ。OK。アンコールで流したんで、まあ、どちらにしろ包みかな。クイターンもあるし。半分なら H 振り神で一応計算するけど、メガネ霊美が 53.7 から 63.5 H 物販に対してなんで、まあ、ここはさすがに冷凍ビームでいこうかな。まあ、落とせなくても、まあ、有利だとは思ってるんで、OK。で、あとはもう冷凍ビーム連打で勝ちですね。まあ、包みはね、いや、この戦術だったら別に、でも5つ目ガブだからパオどうかちょっと怪しかったけど、まあ、基本的に包み当てたらやっぱ最強なんだよな。最強すぎるわ。レイビで。で、まあ、真空は急所とかで倒されても、その場合はね、エルフンでアンコールして、宿り打って、みたいなね、負けないんでね。はい、ということで、まあ、エルフンで本当にやっぱ、数的有利をメガネポケモン、ハチマキポケモンで取った後の、絶対負けないっていう、罪にまくられないっていうのがね、非常にいいですね。まあ、メガネ包みとか、ハチマキパオって、リュウマイ下回路に抜かれて、まあ、そっから崩されるみたいなケースって結構多いんで、まあ、そこはね、本当に強いかなと思ってます。対戦相手の方、ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。対戦よろしくお願いいたします。これはね、もうママエルフアット1でいいな。で、まあ、どっちを出すかだよね。パオか、包みかなんですけど、パオがね、丸い。丸いぞ、非常に。でも、ブリジュラスの持久力考えると、包み投げておかないとね、残飯とかだと突破できなくなっちゃうんですよね。だからそこが悩ましくて。いやー、どうしようかな。ただ、あれか。包みだと相手の受けループ破壊できないんで、パオしかないな。まあ、これでいきましょう。対戦相手の方、よろしくお願いいたします。まあ、ラッキーね。まあ、出てきてもおかしくないからね。なんか、ラティとか、ね、包みとかいるんで。で、まあ、物流系ブリジュラス、だから2体で回してサイクルするっていう感じだったら、まあ、うまいことパオラキ対面を作りたいけど、パオラキ対面ってなかなか多分作れないんだよね。作れたら崩せますね、この試合は。はい、ということで対戦相手の方、よろしくお願いいたします。いや、この構築やっぱ、ママン構築ね、本当に楽しいわ。しかもなんか、ランド回内より、俺の中では簡単なんだよね。てか、初手ママンに、ラッキー合わされるの嬉しくないけど、これ絶対あれだよね。絶対ステルスロックだよね。まあ、いいや。まあ、パオーのハチマキアクテラスクダクで、一匹持ってって、エルフママンで、済ませに行きますか。いや、これね、怖いのが、まあ、デンジャー撃たれることなんですけど、まあ、最悪いいや、一匹持っていければ。なんか、一匹持つ方、持ってく方が、優先度が高い、という話。捨てろそうだよね。うん。で、これ、エルフン投げてアンコール撃っても、あんまりね、まあ、宿り木の種で崩しに行けるんだよ、今回。相手悪タイプいなかったらいないもんね。まあ、なんだけど、あんまり強くないですね。まあ、ここは、もうアクテラクダク撃ちます。まあ、海竜が来た時がむずいのが、アンコールして宿り木撃って、で、まあ、正直エルフンね、追い風より身代わりの方がちょっと使いやすいかなと思ったりもする。なんか、数的より取った時に、まあ、宿り気当てて身代わり打っとけば、もうハメ性能が高いんですよ。で、まあ、そのまま相手何も突破できなくて終わっていくみたいなことも結構あると思ってるんで、まあ、個人的には追い風より身代わりの方が、まあ、使いやすいかなっていうのはありますね。まあ、ただ、その、まひった後とかでも、追い風があれば、なんかパオジアンが仕事できるっていうのもあるんで、まあ、そこは、まあ、追い風も強いかなっていうのはあり、もうラッキー硬すぎ。本当に。危ない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 。昔、遥か彼方、剣盾の頃、終盤に流行っていた歌うラッキーですね。もう歌うラッキー本当に極悪非道だからね。ガチで俺歌うラッキーアンチだったもん。あ、使ってましたけど。歌うラッキーっていうね、化け物がね、生まれてね、なんか一人闇落ちした人がいたんだよね。結構ツイッターで有名な強い人だったんだけど、なんか歌うラッキーガチアンチとか言って、なんかツイッターでね、なんか対戦相手が歌う使ってたらめちゃめちゃブチギレるアカウントに変わったって人がいたんだけど、まあそうはね、皆さんならないように、はい、
歌うラッキーはね、人間を壊すというところで、まあ、捨ての別れちゃってるから痛いけど、まあ、ここはね引きます。ママンボウに。でまあこれねエルフェンバックしてもいいんだけどね、どうせ瞑想だから。ただ砕く見て瞑想押せるのかっていう話もあるし、あのエナジー見て砕く押せるんかみたいなね話もあるんで、ああ、ありがとうありがとう。でこれはまあ一旦クイックターンでいいかな。あー、避けたのでかいな。とか外してたらちょっとめんどくさかったからね。でパオ投げて、いやエルフンにな、いやエルフンだな。まあエルフン投げてあんこしてヤドリギ打ってとかでもいいんだよな。引かせるみたいなね動きを取りに行っても良い。引かせちゃうのが正義っちゃ正義なんだよね。いやあんこしちゃおうかな。ちょっとデンジャー嫌だけど、まあデンジャーぐらいだったら、まあアンコールできればねいいから。マワンボ避けたのはすごいありがたいけど、ここはねちょっと厄介なの。多分 HB 神なんで、いやーもうたたり目のタイミングだけ動いてほしいんだよな。アンコールするタイミングだけ。まあもはや引いてくれっていう話なんだけど、あーオッケーありがとう、引いてくれた。でこれヤドリギ全員入るよね。オーガポンいなかったから、オッケー。イルカマン、イルカマンラス1ってことは、いやまあいい、これは全然よくて、そうだな、アンコールする必要ない。追い風打っとくか。追い風打っておけば、まあもろもろ追い風が多分ね強い一点になるはず。理由が、追い風打っておけば追い風相手多分ここ食いたんでしょ。でヤドリギはあんまり意味ないから、食いたん時。ほう、アンコールいるか。まあでもここママンボウ出しでいいよな。でママンボウ投げる、食いたんする。で追い風打っとけば相手の神の素早さ関係とか、多分 HB なんだけどあんま関係なくて、上から砕く連打打てるんじゃないかなっていうのがあるので、ここはビルドアップ、ビルドアップか。まあ食いたんあんこ打ってないとやばいな。麻痺ったのはでも絶対誰かに麻痺入ってたからな。いやヤドリギ打てばよかったな。5つ目、ヤドリギあんこされる。あんこしたいよね、できれば。ここ何打つか次第だけど。ビルド、あんこ、ヤドリギ連打。いや、あんこのターン動けるかどうかゲーすぎるな。ここ、いたずらあんこ打てるから強いんだけど。いやー、ちょっとそれはね、困るよ、エルフ。いやー、オッケー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 。これはあんこしてる余裕があるな。なんだ、そのイルカマン。まあ、罪はママンボの天敵なんだけど、あんこでいい多分。あー、まあまあいいいい、まあまあいい、全然いい全然いい。これが全然いい理由としては、引かせてれば罪ポケモンを流せるから。まあ1戦目でも言ったけどね、あんこして、でママンボ投げて、クイタン打って、まあさすがに HB 神だって、HP 神にしては柔らかいか、ちょっと。まあ、ママンボウ投げて、ママンボウ投げて、いや、まあいい、まあいい、まあいい。クイタン打って、相手5つ目なんでクイタン打たない理由がないから、いや、でもエルフーン、マジでママンボウの苦手な相手にカバーできる。なんか、ママンボウが見せる隙をエルフーンが救ってくれるっていうのは、本当に相性いいんだけど、まあ、じわ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 ステロが襲いかかってきてるんだよね。まあ、クイックターンで。はい、ビルドアップ。でも、技を見るに、いやー、ヤドリギからでいいのかな。あんこヤドリギ、で、ビルドされまくって、麻痺ったら最悪なんだよな。ヤドリギあんこで間に合うと思ってるから、俺イルカマン削り優先したいんだよな。ヤドリギ、いやー待って、アンコール、ビルド、いやわかんねえ。まあ宿から行こうかな。絶版オッケー。お、えらい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 。これはちょっとね考えなきゃいけない。本当にアンコールをするべきなのかっていう。素早さ関係逆転してるから、絶版アンコールになるのあんま嬉しくないんですよね。ムーフォ打っ
ったりして、ここ一旦ね削るべきなんじゃないかっていう話あるよね。いやアンコールされても多分これはいい。いやでもドレインパンチだと話が変わってくるのか。ジェッパンビルドアンコール、待って、ジェッパンビルドアンコール普通身代わりだよね。普通は身代わりなんだけど何なんだろう。はい、引っ込める。まあまあまあそんなに悪くはないか。いや何としてでもこれね、一個勝ち筋はもう見えてて、ここのママンボウ着地が成功した時に、でもなんか柔らかくないかこの髪、怖すぎるんだけどこの髪が柔らかすぎて。でママンボウ引き、まあ、クイタン安定、なんか柔らかすぎるよな。デンジャーたたり目で柔らか、痛み分けあるんでしょ。うん、まあ、もう一回クイタン打ってダメ消するわ。その後デンジャー、ちょここは動いてほしい。最悪動けなくてもなんか勝てそうだけど、動いてほしいな。頑張れママンボ、えらい。いやでもなん、いやでもママンボ耐久、いやクイックターンでしょ。 H 振りだけでも 26.5% 入るんだよね。いや B 振ってるな、さすがに、さすがに B 振って、まあ、打ってきてもデンジャーだと思うから、まあ、引きアンクは麻痺った時やばいからね、もうこのプラン取るしかなくて。いや、これはね、多分砕くでいいと思うよ。で、砕く打てたら、イルカマンにも砕く入れることができるんですよ。悩んでるね、神。いや、でもね、AT25 に B252 で 19.1 か。上取られてんの？え、マジか。そうなるとまた話は変わってくるな。いやだったらママンボウ着地でよかったな。いやこれタクになっちゃったか。いや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 、 だったらママンボウでミラコだとかだったか。いやエルフンで動ける読みアンコールとかだったけど、まあこれは言っても仕方なくて、まあ一旦通る読みミラコ打つか。いや通らないよな。でも痛み分けがしびれたで、ここはいやもうミラコ打つ。いや相手ね、いやまあ安定なんだけど相手引きが。オッケー、ちょマジマジママも頑張れ、ママも頑張れ。それは動かなきゃダメよ。しかもたたり目ないの。待ってこれ何調整なんだ神。でも HB は振ってんだよ。動いて、オッケー、まだある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 。いやまだある、これね見えてない赤ジェットがここで生きる。動いて動いて、オッケー、よし数的ル取った。危ねえ危ねえ。いやーでもね、変なイルカマンのせいで、変なイルカマンのせいで、マジで変なイルカマンのせいでちょっと難しくなってるけど、ここは絶対引かなきゃいけない。クイターン入れる理由がないし、ゴツ目で倒されちゃうから、ここは引いて、アンコヤドリギなのかな。こうなったらどっちが正解か難しいんだよな。ヤドリギ打つビルド、どうやったら出る。アンコ打つべきかこれ。ヤドリギの方が優先っぽいけどな。俺の優先順位はヤドリギ、水テラスかな。ちょ頑張ってエルフ、エルフ頑張って、頑張ってエルフ、水テラ 10%、 エルフ頑張れ、マジで頑張れエルフ、いけるのか。ジェットパンチだね、そうだよね。いやいけるぞ、当てたら、えらいえらいえらい、この子がえらい、エルフンくんがえらい。いやでも勝てるかわかんないな、身代わりやったら勝ててそうだけど。いやーまあまあ相手やちょっとは甘えたところあったけど、俺も甘えたからな。ハオジアン上と取ってないんだ、てかでここはいやあんこ打っといた方がいいかな、多分あんこなんだよね、ここは。で、ジェッパン。いやー、でもね、これね、技が1個がわからなすぎて、あんこしか押せないみたいな。ジェッパン。ただ、これは多分、うん、オッケーオッケーオッケー。あとはエルフン、動くだけ。動くだけとか言ってるけど、ね、それがめっちゃ大変なんだよな。頼む！頑張れ、エルフン！いけるぞ。ちょ、動いて！頑張れ、マジで。これ怪しい。ドレパンとかあんのかな？動いて！偉すぎる、このエルフ。いや、偉すぎる。いや、運だ。運だ、正直。これは運だ。いや、あんこしなくてもよかったけど、多分指定正解っぽいよな。
ぽさで言うと正解。いや、引かなくていいな。ムーフォ打って。そうだよね、オッケー。危ねえ。いや、まあまあまあ、相手ね、エルフーン。いや、正直、ママンボウにイルカマン引かれてたら負けてたけど、いや、なんか、神デンジャーで、なんか B 振ってるけど、BS とかだったのかな。パオジアン上取られてるならママンボウでミラコレンダみたいなするのが正解だったかなっていう反省ありますね。はい。ということで、まあ、今回はね、ママンボウの相棒になりうるエルフン使ったんですけど、マジで頑張ったわ、エルフン。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。